皆さん、こんにちは。女優で歌手の沢田綾子さんは、現在、アルツハイマー型認知症によって頻尿の悩みがあるとのことですが、この話は本当なのでしょうか。そこで、アルツハイマー型認知症とはどういった症状が出るのかなどを調べてみました。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。沢田綾子さんは現在アルツハイマー型認知症の中でも症状のまだ軽い、プレクリニカルアルツハイマーだと医者の診断で判明しています。これについては事実のようです。プレクリニカルアルツハイマーの症状としては1日何十回もトイレに行くほどの頻尿になるそうで、症状が進むほど重度のアルツハイマーに進行していくと言われています。アルツハイマー型認知症とは、記憶力の低下や判断力の鈍化、性格的にもイライラなどの情緒不安定となることもあります。そして、症状は徐々に進行していくのがアルツハイマー型認知症の特徴だと言われています。これについて予防策はあるのでしょうか？アルツハイマー型認知症の予防策には生活改善が最も効果があると言われています。炭水化物の摂りすぎはインスリンが増えるので、インスリンが多い人はアルツハイマー型認知症になりやすいと言われているので、控えめにするのがいいと言われています。料理を作ることは段取りなどを考えながら作りますので、脳が刺激を受け活性化することで予防できるとともに指先も使いますのでより活性化できるので予防効果が高いと言われています。寝不足は脳の動きが鈍くなると言われています。十分な睡眠をとることによって起きている時にしっかりと脳が動くので予防になると言われています。激しく運動するより簡単な運動をすることで有酸素運動となり脳に刺激が多く受けると言われています。普段の生活の中で予防することが大事ということが分かりました。沢田綾子さんは、本名を沢田元美と言い、1949年1月1日生まれ、北海道北見市の出身です。北海道北見北斗高等学校卒業、国立音楽大学声楽科中退という学歴をたどっています。娘は、シンガーソングライターの沢田香織さんで、娘のライブのゲストとして親子共演したこともあります。実は大蔵賞入賞したキャリアがあります。配属は印刷局でした。東京都の高輪プリンスホテル内ナイトスポットでピアノの弾き語りのアルバイトをしていたところをスカウトされ、1973年、岡田芳子さんが作詞を手掛けたシングルレコード「あざみの花」で歌手デビューしました。同年この曲を含むアルバム「あざみの花」「特別な友達」「沢田綾子ファーストアルバム」を発売しています。その後、1979年、「ルックルックこんにちは」の司会を担当しました。1984年以降はもっぱら女優として活動し、結婚の資格、芸能社会、我慢できない、などのテレビドラマや、映画、先生、などに出演しました。特に、火曜サスペンス劇場、は常連でした。2007年2月、それまで未経験であった歌手としてのコンサートを初開催します。同年12月、58歳にして初めてのヌード写真集を発売しました。私生活では1985年に週刊誌にスキャンダル写真が掲載されます。同年4月から渡米し4ヶ月間活動停止しました。渡米期間中の8月にシングルマザーとして長女を出産し、その事実は出産から3年後の1989年6月の芸能ニュースで明らかになり、その事実を認めています。なお、当初は妹夫婦の子とされていたそうです。娘の父親に関しては、その後も非公表となっています。1995年、自身の担当マネージャーであった松野幸秀さんと結婚したのですが、1997年からは以後4年に及ぶ泥沼離婚劇を繰り広げ、松野さんによるドメスティックバイオレンスも報じられるなど、この問題は長く沢田綾子さんにとって懸念材料となりました。ようやく2001年3月、協議離婚が成立しました。さて、以前、沢田綾子さんが2022年6月28日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』にゲスト出演しました。娘で作曲家の沢田香織さんを米国で極秘出産した当時について振り返っています。司会の黒柳徹子さんから、かつてアメリカに極秘出産しにいらっしゃって、その時に生まれた娘がもうママになったと香織さんが結婚し、
2021年米ハワイで第一子女児を出産したと明かされると、澤田は、そうなんです、去年、何があるかわからないもんですねと笑顔で明かしていました。黒柳徹子さんが孫を見ると出産とか育児とかいろんなことを思い出すんですってと話を振ると、澤田綾子さんはそうですねとうなずいていました。あの時どうだったかなとか、出産当時は私も本当に誰も親戚の者は付き添ってくれなかったんですけれども、アパートの管理人さんに付き添っていただいて死に物狂いで産んだんですけれどもと明かしました。でもなんとか子供って育つもので、周りの方もみんなアメリカ人なんですけど、とっても優しくてですね、たった一人で日本から来て産んでるんだなということで、乳母車とかいろんなものをボランティアで貸していただいたりして本当に助けられたんですけどとも解雇していました。あの時はこうだったなとか、1ヶ月経つとこうなるなとか、寝る暇もなくてミルクを与えるのに本当に頬がこけるくらい私も痩せ細っちゃったなとか、日本に帰ってくる時はどうしようかなって本当に悩み苦しんだなとか、そんなことをいっぱい思い出しますねと続けました。だから子供を見てると、私が辿った道をあの人はまたハワイですけれども同じことをやってるんだなと思いますねと澤田綾子さん。ですから愛おしくなって、余計に母親としての連帯意識っていうのが出てきて、手出しすると怒られてシュンとするんですけれどねと笑ってみせました。一方で澤田綾子さんが2017年11月13日 TBS 系ビビットに VTR 出演し、過去のヌード写真流出隠し子騒動について語りました。澤田綾子さんはかつて日本テレビ系ルックルックこんにちはの司会を担当しました。ワイドショーを担当していたのですが、1984年の降板後は自らがネタになり、スキャンダル女優と呼ばれているようになりました。1985年に週刊誌にプライベートのヌード写真が流出しました。その後米国へ渡ったのは騒動から逃れるためだと思われていたが、理由は出産だったということです。未婚ながら身ごもっていたことを公表できず、澤田綾子さんは事務所の社長だけに相談していました。あなたが幸せだと思うんでしたら、それに対してノーとは言いません、おやりなさい、仕事の面でもバックアップしますと出産への理解を得られたそうですが、その代わり日本では産めないよと言われたといいます。そこで同年4月に渡米し、8月にシアトルで出産しました。同年9月に帰国した澤田綾子さんは当時リポーターの質問に、渡米は私的な旅行だったと説明しました。ヌード写真流出についても、出ちゃったものはしょうがないと語っていました。しかし1989年にそれまで隠していた出産がついに発覚し、隠し子騒動が勃発します。澤田綾子さんは会見で、父親のことに関しては控えさせていただきますとコメントしました。当時を振り返った澤田綾子さんは、そこまではうまくいったが隠し事はバレるんだねと苦笑しながらも、バレてよかったと言い切っています。子供にだけは本当のことを言わなきゃ、私が産んだのよって言わなきゃねと続けました。長女でシンガーソングライターの澤田香織さんは現在38歳。シングルマザーとして長女を育てた澤田綾子さんは、運動会や参観日、発表会など学校行事に欠かさず参加してきたそうです。小さい頃の教科書、ノート、絵本は今も宝物として保管しているといいます。さらに風天の寅さんのマドンナ役の話が来たらしいんですが、子供の受験が重なったため、女優さんは何千何万人もいるけど、あの子の母親は私一人しかいないと断ったとの秘話も告白しました。長女とはラインをやり取りする仲だといいます。昨今の芸能界は不倫騒動が絶えません。澤田綾子さんは、不倫がどうのこうのって言うけど、自分の気持ちに一番正しいと思うこと、自分が一番信じられる気持ちを大事にすべき、人は幸せをくれない、やっぱり自分で幸せを作らなきゃいけないし、そこに混じり気の気持ちがあれば必ずそれが正解になってきます。人はそれを応援してくれるようになる、自分だけの道を切り開いていくべきだと思います。人が歩いた道を歩くべきではないときっぱり断言しました。最後に、どんなにそしりを受けようと、
自分が正しいって思うことをやるべきと締めくくっていました。いかがだったでしょうか。今回は澤田綾子さんについて深掘りしてきました。澤田綾子さんも生活習慣を改善することによって頻尿の回数も減り、アルツハイマー型認知症も軽くなっているとのことですので、一安心です。正しい知識を持って生活することが大事であることも分かりました。一方で、当時珍しかったシングルマザーという道を選んだ澤田綾子さん、その後のインタビューで、その選択は全く間違いではなかったと振り返っています。とても勇気のいることであったと推察しますが、自信を持って語っているということは、当時から強い信念があったということなのでしょう。現在は病を抱え孤軍奮闘しているようですが、体調に留意して今後もご活躍を期待したいところです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。